境は、大阪湾に面し、大阪市の南に位置する都市。また、その市街地を中心とする地域。地名は、片田街神社付近がかつて、摂津国、河内国、泉国の三国の、境であったことに由来する。市街地はその西方に形成され、大正寺通りを境に、摂津国住吉郡と泉国大鳥郡に、またがっていた。 アブラハム・オルテリウスが描いた日本地図、豊臣期大阪図屏風。右上隅に、境が描かれている。中世に貿易港として発展し、映画を極めた。水戸七港。戦国時代には、観光都市となり海合衆と呼ばれる、有力商人たちにより、自治的な都市運営が行われた。ガスパルビレラは、 安岡石日本通信の英6 4年8月17日付書館に、堺の町は、花肌広大にして大なる、承認多数あり。この町は、ベニス氏のごとく失政官に降りて収めらる。また1562年の報告書の中では、他の諸国において道裏にあるも、この町には、かつてなく、敗者も勝者もこの町に在住すれば、皆平和に生活し、 諸人賞は死、他人に害を加えるものなし。町は、花肌堅固にして、西方は海を持って、また他の川は深き堀を持って囲まれ、常に水十万セリと書いたことで、東洋のベニスと海外から注目され、1598年のアブラハム・オルテリウスの日本地図の中にも、サケという名前が記され、巫女と共に知られる主要都市だった。 1569年入居していた、織田信長が2万貫の矢銭と服属を要求。それまで、軍事的な後ろ盾であった三好三人衆が信長に、敗退していたため要求をのみ、信長は、以前より堺を構成する、堺北総、堺南総にあった、幕府御領所の大官を務めてきた堺商人、今井総級の大官職を安堵して、自らの参加に取り込むことで、 堺の支配を開始翌元気元年4月頃には、松井勇敢を、堺満所として派遣し、松井勇敢に今井早急を軸として、堺の直轄地下を進めた。信長の死後は、豊臣秀吉の参加となり、1586年に、秀吉によって堀が埋められ、港に砂が流れ込み船が、停泊できなくなり、港としての機能は失われた。 その後大阪夏の陣において全焼。現在見られる町割りは、江戸時代、現那年間の復興によるものである。中世の堺の町が描かれたものとして、住吉祭礼図屏風、五福島、住吉祭礼図屏風、摂津国名諸行津図屏風、天橋立、住吉斜図屏風、豊臣木大阪図屏風などがある。古くは、中世の自治都市で、 堺市堺区の市街地。官光の名残である内川、土井川に囲まれて広がる。現在は大阪市街地まで連続的に市街地が形成されている。町割りは南北に細長い短冊型。南北幅は基本的に60件だが、南北両端は半端になっており、南半町が38.5件北半町が18.5件となっている。 南北方向の道路は4.5軒幅の大道筋を、基幹に、東西ともに2軒幅の裏筋と3軒幅の表筋が交互に配され、表筋は大浜筋、中浜筋、山口筋、大工町筋など、裏筋は五間屋筋、浜六軒筋、西六軒筋、東六軒筋、十軒筋などにあたる。東西幅は16から23県とばらつきがある。 東西方向の道路は5軒幅の大正寺通りを、基幹に3軒幅の通が配されている。町組については、大光寺通りを境に、北組と南組に分かれ、それぞれ浜筋、中浜筋、大道筋、山口筋、東筋、農人町筋の、計12の組合が形成されていた。堺市にある行政区。現在の堺区は、 堺市の政令指定都市への移行により設置された。堺市の市役所も商業の中心も中区ではなく、堺区に存在する。大阪府中部に位置する市、政令指定都市。大阪市に隣接し、県域総生産が世界第3位の京阪神大都市圏はもちろん、人口1000万兆の大阪都市圏に含まれる。ありがとうございます。